ほとんどの受験生は書けません。これ日本人がやる典型的な間違いですのでお気をつけください。アメリカのテレビ番組にもね出ることですから、スラングも知ってるわけです。東大2019年のリスニング第3の C、 そう、これこんな難しいじゃないですか。これリスニングなんですよ。まあ、It turns out が入ってますね。これはよく出る問題。東大始まりました、モテチャンネル。さあ今回はドラゴン桜第7話に出てきた英語を解説していきたいと思います。まあ結構ねいろんなところにね英語が出てきたんですけども、それらがですねどういう意味なのか、そして正しい英語なのかっていうのを見ていきたいと思います。まあちょっとねツッコミどころは満載だったと思うんですけど、やっぱ一番ツッコみたいのは東大模試でリスニングっていう科目があったことですね。リスニングという科目はありません。東大は英語の筆記の途中でリスニングが流れます。でそのリスニング終わったらまた筆記になります。だからリスニング終わってはいやめってなってたんで、うわーいみたいなねツッコミどころは満載でした。まあおそらく河合塾の模試だったんですけど、映ってるのは英作文とでリスニングの問題ね、サイエンスのスペルが間違ってるっていうねツッコミがあるんですけど、私自身ねあの音声聞いて、ああクリスの声だとかね思いながら聞いてたんですけど、このナレーションね、ナレーション界ではすごい有名な方でいろんなナレーションをやってる人です。だから当時にいた時も当時の東大特進の問題クリスが読んでることがすごく多かったし、河合塾の英語のまあ4技能の教材やってんですけど、それでもクリスが読んでることが非常に多い、ね、英語の声聞いてナレーターが誰だか分かるっていうのはね日本全国でもそういないと思いますが、さあそれでは見ていきたいと思います。はい、こちらがですね子供店長が使ってた英語ですね。 YouTuber としてやっててラップみたいなね感じでやってて、登録者が5万人になって再生数10万超えてましたけど、羨ましいですねこれで行くんだもんね。さてさてなんて言ってたのかですが、 How's it going with your studies? って言ってましたね最初ね。そう、勉強調子どうみたいなね感じで出てたと思いますが、これですね Your studies、 これ使えるととってもいいですね。ほとんどの受験生は書けません。所有格プラス studies、 英作文の授業でいつも言うんです。勉強っていう時に My studies っていう風にあなた書きなさいと。みんなね My study って書くんですよ。複数で使ってねこれね。ユーテラっていうね私の授業チャンネルで言ってたかな、英作文の授業もしかしたらまだ出てない動画で喋ってるかもしれない。で The next goal is the 東大 practice exam ですね。模試のことを practice exam っていう風に言ってましたね。いいんじゃないのって感じですけど、まあ next っていうのは前にきっと動画があったんでしょうね。ちょっと文脈ないからよくわかんないですけど、それだったら OK だと思います。まあ普通だったらね The goal is とか My goal isっていう風になると思うんですね。で次は Let's learn together ですね。この learn の部分がちょっと何言ってるかあんま聞こえなかったんですけど、まあ、多分 learn って言ってますね。一緒に勉強しようみたいに訳が出てたと思うんで。で次は do our best ですね。はい、ベストを尽くせ、 get a good score ですね。いいスコアをゲットしましょうっていう風に言ってました。だいぶ頑張ってたんじゃないですかね。こことかね your studies なかなか出せないですよ普通に。やっぱり勉強の成果出てるんじゃないですか。はい、それでは続いてのパートですね。桜木先生が Can you speak English? って言ってましたね。これ日本人がやる典型的な間違いですのでお気をつけください。英語喋れますか、 Can you speak English? って使うことはありませんので気をつけてください。これね普通は Do you speak English? って言いますので、英語話しますかっていう風に尋ねますので、 Can you は使わないです。でまあ天野がね I cannot speak English well みたいな形で答えてましたね。はい、でも使わない表現ですので気をつけてください。まあ無理やりね状況を作れば、別の言語でね喋ってる人たちに向かって Can you speak English? 英語で喋ってくれませんかみたいな風に言うんだったら、まあありえなくはないですね。でその後で水野先生に、ね、Can you speak Japanese? っていう風に聞いててね、で I can speak Japanese very well Oh! つってね、 Oh! I can speakJapanese very well。 なあ頑張ってね R の発音出そうとしますね。 very みたいな形になってましたけど、 L じゃなくて R を頑張って出そうとしてるところが良かったと思います。 I like sushi and sumo ですね。そうだから桜木先生も言ってましたけど、そう完璧を求めすぎるんですよ日本人って。うちの動画にもここの発音が違うとか、ここをこう直した方がいいみたいなコメントがいっぱい来ます。そんなんだからみんな英語話したくなくなっちゃうんですよ。本当にそう、みんなが間違いをこうああだこうだってねつっつくからやりたくなくなっちゃう。でだからといって間違いをほったらかしにするのもダメです。そう、最初は間違いを恐れずにやってみる。それをあここが違うんだって勉強して上達していくものです。だからまあこのね Can you speak English っていうのもね Do you speak っていう風に言えばいいんだって今習いましたね。そうです、そうやって上達していってください。はい、続いて今回の英語講師ユリアン・レトリーバーが使った英語を解説していきたいと思いますね。まず最初に踊ってた
やつですけど、 Tell me what you want っていう歌ですね。 Siri に聞いて調べたところそうなってました。あんまり有名じゃないみたいですね。マーク・フェラーリさんですね。マーク・フェラーリさんですか。全然知らない。 Tell me what you want って言ってましたね。 Do you want it right now、 今欲しいみたいなのがね出てましたけど、歌詞の中に著作権あるんで歌流せないですが、はい、セット2ですね。ズンディグディってって英語喋れない出来じゃないの先生って言った時に、先生が答えたのが Or don't worry about that ですね。心配しなくていいよってことですね。 I can speak English better than you ですね。はい、 better は well の比較級ですけど、あんたよりうまく喋れるよって。 So stop complaining ですね。文句言うのはやめて。 And just study ですね。勉強しなさいね。かなり強くなりましたね、いきなり。You know? あんま You know ね、意味ないですけど。 My sweet little kiddo ですね。まあ、kiddo っていうね、キッド、子供の、それのスラングですね、kiddo。まあ、かわいこちゃんって訳してましたね。こんな表現をゆりやんさんは使ってましたね。まあ、さすがね、アメリカのテレビ番組にもね、出るほどですから、スラングも知ってるわけです。はい、そして最後がこれですね。こんなんどこに出てきたのって思った方もいるかもしれませんが、2回出てました。まあ、ゆりやん先生がですね、東大英語でメモを取るなっていうね、発言をしてたんですけど、まあ、回転寿司のようにぐるぐる回るんだからってね、まあ、自分自身はどっちでもいいって教えるんですけどね、そう、メモ取るバージョンでも取らないバージョンでもいいっていうふうに言う。ただディクテーションみたいに書き取りとかするんじゃないと、ね、メモは記憶を呼び起こす助けになるんだったらしていいっていうふうにいつも言ってますが、でその時にユリアン先生の後ろに出てきてたのがこれなんですよ。この文です。東大2019年のリスニング第3話の C 最後の段落のとこですね。そう、これこんな難しいじゃないですか。これリスニングなんですよ。東大のリスニングの一文ですから、こんな難しい文聞かなきゃいけない、ここが完全に聞き取れなくても答えは出るんだけど、一応答えに関係してるとこなんで聞き取れなきゃいけないんですけど、こんな難しいんですよ、ね、The problem, it turns out, is not so much that our childhood memories are unstable as that they are built in a construction zoneA crowded work site undergoing rapid growth and change という形で非常に難しいですね。まず、まあ、It turns out が入ってますね。これはよく出る問題、なんとかだと分かるってやつです。国立大学だと和訳の入試問題で非常によく出てくるんですね。はい、問題っていうのは The problem is not so much ですね。はい、Not so much A as B の構文だって分かんなきゃいけないです。 A ではなく B であるっていう構文ですね。これ知ってないといけない。だから私たちの子供の頃のメモリーですね、記憶っていうのが不安定なものなんじゃないよって言ってます。そうじゃなくて、その day は大丈夫ですね。 Our childhood memories っていうのが built、 建てられてる、作られてるんだよ。 And the construction zone ですね、そう、工事するところでね。でその construction zone っていうのが一体何なのかっていうのが、このまあ同格とかって言われるやつですけど、同格って同格分かるとかってよく先生が言うんですね、説明します。この construction zone っていうのがこういうとこで、a crowded work site ですね。もうすごい混み込みでいろんなものがある、工事現場でいろんなものがあるっていうのをイメージしてもらえばいいです。ブルドーザーがあったりとかね、なんかいろんなものがあるっていう風にイメージしてください。で、どういう crowded work site なのって言ったら undergoing ですね。はい、これを経験するとか減るっていうですね、手術とか治療を受けるとかっていう時にね、ハンダコーってよく使いますけど、Rapid Growth ね、すぐに成長して変化するっていうね、そういうとこだよ。そういう場所で記憶っていうのが作られてるんだよ。まあこれ何の話なんか、まあね、前の話聞かないと分かんないと思うんですけど、まあ子供が忘れる、Childhood Amnesia っていうですね、子供がちっちゃい時の記憶がなくなるっていうですね、そういうのあるじゃないですか。すごい小さい時のことって覚えてないじゃないですか。で、それがなんで起こるのかっていうことに関する英文でした。で、その中で一番難しいなと思ったエリアなんですよ、これね、問われたのが。そこがまさか映るとは思ってもいませんでした。これ教えたことあるんで、ここね、これがリスニングですかね。やっぱり東大って難しいですね。はい、ということで今回はドラゴン桜第7話に出てきた英語の部分を解説してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.